はい、こんばんは。16時更新ということで、多分ねレポートが来るはずなんですけども、どうすかね、色メロとか小読みがもしかしたら基準に乗ってしまう可能性があるんですが、お二人は乗ってるのでしょうか。まあ、多分ね使用率はだいぶあるんですよ。多分インデックスの 60% 並み行くんじゃないかな。なんだけど勝率がいってない気がするんですよね。はい、じゃあ見ていきましょう。あ、見ていく前にまず下から見ていいですか。下方とかは騎乗馬券について、ミサカ、また引っかかっちゃったの。妹、あと色メロ小読みが該当しました。妹に関しては、霞の影響で勝率とかが落ちたから、あーなるほどね、だから霞を実装したのか。無理やり落とすためにか。まあそうっすよね。で、色メロに関しては、あ、色メロは下方するんだ。へえ。で、小読みは、あ、色メロ下方すれば小読みも収まると思うから下方しませんって感じが。まあ、妥当でしょう。色メロを、まあ、抑えれば全然大丈夫だと思います。色メロの陣を、まず40秒でしたっけ？それを多分ね、10秒とか15秒にした方がいいと思うんですよね。あれはちょっとやりすぎだから、もうちょっと秒数減らせば、まあちょうどいいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ、はい。次は勝率の方見ていきますか。まずシングルスのグラスですが、ルカは初登場ですが、あー、結構勝率高いんですね。54% で37%ってことは、下手したら下方されるラインに乗っていたと。なるほどね。個人的になんかティナとかミサカ妹を抑えるだけで、そんなに環境的にあれかなと思ったんだけど、意外と高いんですね。まあ強いっちゃ強いからね。やっぱ状態上フローが強いから、まあ確かに強いっちゃ強い。で、まあ、その代わり、アナゼがちょっと収まったって感じですかね。はい。ミサカ妹に関しては相変わらず高い。てか、むしろ前回より上がってますね、勝率が。ですが、まあ、霞っていうなんか、わかりやすいメタを出したから下方修正しませんと。まあ、確かに勝率は落ちるけど、どうなんだろうな。何回も連続で引っかかってたらさすがにしていいと思うけど、まあ、まあ、確かにいらないっちゃいらないけどね。でも正直、霞が環境からまた消えたら、正直また暴れるから、おとなしくしといていいような気はするけどね。で、他のキャラは、まあ、順当に落ちてるって感じかな。まあ、多分、ルカの影響が、もろに出てるんでしょうね。全体的に下がってるような感じがします。ただ、アクセラはちょっと上がったか。まあ、アクセラは確かにルカ倒せるから、まあ、強いっすよね。でも、やっぱり、まあ、全体的に勝率が落ちていますと、はい。で、ハードコートに関しては、まあ、アイリスの使用率がちょっと落ちて、その代わりに、まあ、コリンが出てきたって感じですかね。でも、コリン、まあ、強いけど、環境適性があるかって言われると、そうでもないんで、まあ、活躍はなかなか厳しいっすよね。で、ガルガですが、使用率と勝率がさらに伸びましたと。このキャラ強いからな、特に前回の環境だと特にガルガ強かったから、どうなるんだろうな、次、さらに上がるのかな。で、クロコですが、勝率がむしろ上がっていると。これ、下方見送り本当に良かったのかな。大丈夫っすかね、これ。で、降臨闇がまあちょっと上がって、で、他が下がってきた感じかな。そうっすね。他のキャラは全体的に下がってる印象があります。はい、まあ大体こんな感じですかね。で、クレーコートが、色メロが、あ、全然 60% とかいかないんだ。え、そんなに？毎回当たってたけどな。インデックスですら 60% いくんなら、色メロも 60% いくと思ったけど、そんないってないんですね。44.5% で、勝率 57%。まあ、普通に考えたらおかしいんだけどね、これが。まあ、色メロとか小読みとか組み合わせて強いっていうのは確かだけど、色メロ自身も、のけばが強すぎるから、強いってのはあるね。初手はやっぱり色メロ一強な感じがした。で、フェネッカですが、使用率が落ちて、勝率も結構落ちたんですね。色メロの影響結構でかかったのか。で、暦が前回圏外だったんですが、上がってきましたと。勝率 58.3%。はっはっは。高っ。すげえな、58.3%。で、エルエンマも一応上がっていますと。まあ、色メロエンマ強いですからね。で、インデックスの勝率が落ちたと。まあ、インデックスは多分、バイスの影響でまた上がってくると思うから、多分大丈夫だと思うね。で、他が全体的に下がったって感じかな。月見とかもめっちゃいなくなりましたね。まあ今月見使える環境じゃないからな。テレシアとか神崎とかも、まあ、全体的に下がってる感じっすね。あ、でも、うつろが一応帰ってきた感じっすかね。やっぱ暦とかの対策で使う人が増えた感じっすね。うつろとかって多分、何回ぶりですか？しばらく前に、多分ね、見送り、あった後から消えたんすよ、確か。で、そっからいなくなってたんですけど、また戻ってきましたね。
うつろ。で、次、ダブルスですが、あー、ルカ強いんだ。まあでも前回、キアラとティナがいたから、そのスペシャルキャラ2人をまあ仕留めたっていう感じですかね。はい。で、その代わり、あー、クロカ強。59.1%。強いっすね。で、ニオーシリルがちょっと上がってきたって感じですかね。はい。で、ミュウエが下がったのか。へー。じゃあ、後衛キャラがルカに変わったとかそういう感じですかね。で、まあ、全体的に低いっすね。ダブルス結構偏りがちではあるね。でも、アピス 60.4% すごいね。で、ハードコートが、まあ、ハルとガルガの順位が変わったぐらい。で、降臨闇とリリカの順位が入れ替わったみたいな。上位がちょっとだけ入れ替わったぐらいですか。で、クロコが上がってきて、で、パルメコリン、やばくないここ。上だけで使用率独占しすぎじゃない？なんか、下が 3%、2% とかになってる。やば。勝率めちゃくちゃ低いし、28% とか。相変わらずリヴァイとかは勝率高いと。なるほどね。で、クレイが、色メロが出てきたと。まあ、色メロやっぱダブルスでも万能なんすね。ただ、下にはインデックス神崎と。まだこの二人いるんだ。やっぱ長いんすね。で、下が、エンマとかがちょっと上がってきて、ユイガハマが相変わらず 61% で高くて。まあ、マヤとかフェネッカとか、あ、コヨミダブルスでもいたんだ。へえ、なかなか面白い。あ、ケンセイいる。ケンセイあれかな？色メロケンセイとかで使われたんですかね。シローとかも多分色メロシローとかで使われたのかな。で、イサミも多分色メロイサミかな。結構色メロの影響でなんかいろんなのが出てきた感じですね。あ、ソアラもそうか。色メロの影響結構でかいですね。はい、ということで、とりあえず今回に関しては、ミサカ妹が見送りになりましたと。はい。で、まあ多分霞の影響でほぼほぼいなくなると思うので、多分下方はなくなったと思います。はい。で、色メロに関してはやっぱ強すぎるので下方が入りますと。で、小弓に関しては、まあ色メロが弱くなれば小弓も弱くなると判断して下方見送りということで、はい。とりあえず、今回に関しては色メロだけは下方修正ということで、まあいいんじゃないですか？うん。ただ、途中にも言ったんですけど、霞の影響で下がったってことは、その霞がいなくなったらまた出てきちゃうんすよ。それは、いいのかなぁとは思っちゃうけど、なんか元も、ちょっと落とした方が、今後のためにもなる気がしますが、どうなんでしょうか。まあなんかね、ここら辺の数値だとか、あとはまあ今回のまあ、その、動きだとか、まあここら辺になんかね、コメントがあれば、ぜひともコメント欄に書いてってください。というところまで、ありがとうございました。お疲れ様です。終わりたいとこなんですけど、時間が余っちゃったので、最後にまあお忘れなく要素で時間を稼ぐとしたら、まあこの視聴100ガチャポとか、あとここら辺のツイッター関係のキャンペーンとか、あとは復刻ガチャが、まああともう少しで終わりますよとか、交換所だと、このシーズンのメダルかな、まあこれの交換が期限が近いよとか、あとは毎度言ってますが、この MVP のね、毎日無料忘れないようにしてください。はい、なんか出ないかな最後、オチとして。なんか、オチとしてなんか欲しいな。なんか来て。あ、なんか来た。え、なんだ？あ、ヨナー、ヨナですね。はい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 。で、最後、シャル出ねえかな。シャル、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 出ません。終わり。